さ、日々浮き沈み、耳に苦み、感情浮遊、言葉で種まく、それ他ないと思わないかい兄弟。愛してやまないのは一体何かを、物差しなんてのは全部引きちぎれ、バビロンに中指を立て続けるのがこれヒップホップ。誰もわかんない理由を教えてやる、内容が詰まってねえんだよバーカー。あんたのラップ聞き心地だけ、それじゃ2回戦は生き残れません。そういうこと、だから俺はソウル、ちゃんと内容詰めながらやってる。だから俺のラップ内容重視、ヤバさわかんだろ回答中に。朝倉かいて俺めちゃめちゃ浅臭いけどごめんなさいな。朝は名前のまんまでしょ、うちはどうだ、ママに言われるあんたをバーカー。ちょっとまたスーパースーパースって、今日もブリブリで赤目で目はチバチリ。わかりますか、これが真実、朝リズムで奏でる美学、yeah。 あー目がバキバキだけども俺と約束したのバチバチだけども、お客さんがあるぜたちまち、仲間からもらったハチマキ。オーライ負けられねえ、負けたくねえじゃねえ、負けられねえ、その覚悟持ってマイク握らねえと三重県絶対あげられねえ。はぁ、ここまで来てお前結局ふざけるんだな、ギャグに逃げねえとラップを一つもかませねえんだな。はぁ、意味がわかる、俺は探す即興の限界、ネタなんて仕込んでねえ、俺はあくまで努力の天才。はぁ、意味がわかるだろう、お前は結局何。はぁ、お前30歳にもなって年下相手にネタがどうこう、はぁ、気量ちっちゃい大人だな。お前見てんねえやつには俺絶対に憧れねえ。お前がよ30歳になってもよ、ここのステージに立てると思ってんだよ。ずっとずっとやり続けてる、お前はさずっと何か仕込んでるとかも思ってるんだけどもさ、へい、お前近すぎるんだよ。お前ちょっとリモートでやってくれないか。お前好きなのは妹系かなって思ってるんだけど、ギャグじゃねえ、星のお前に近づいてるから言ってんだぜ。当たり前だよ、あんたにバイブしか語らなきゃ俺に何があるか俺もわからねえ。そういうことだ、1年間の重み5年の重みと比べんな。俺はいつだってラップやる、そのためにマイク握ってる、人から見たたら生きてる、でもここで俺ほんといい気して。俺も1年目はそんな感じだったよ、自分の気持ちを伝えるのに必死だったけど、じゃあお前ポニーと当たった時にキャリアを縦にすんだって吐くのかよ。Dゴール2にキャリアを出すなって言うのかよ。積み上げただろ、買いに来たんだろ、俺は三重県を今日迎えに来たんだよ。イエー終了、やばいやばい、激アツバトルだぜ。はい、これはやばい、決めがたいけど勝者を決めないと先には進みません。じゃあ決めますよ。